白鳥公園は愛知県名古屋市厚田区にある都市公園。名古屋国際会議場とその南広場、白鳥庭園を中核に、畑山地の外区公園、白鳥町にある古墳公園、白鳥五陵で構成されている。名古屋市を代表する公園の一つで桜の名所としても知られる。名古屋国際会議場とその南広場は、かつて林野町の白鳥貯木場及び、 国鉄白鳥駅であった。跡地は昭和60年度までに名古屋市が取得し、公園と住宅地にすることとなった。1989年には世界デザイン博覧会の白鳥会場として使用された。公園の北端には名古屋国際会議場があり、中央付近にはオアシス広場が置かれて、創造の柱が設置されている。南端には かつての貯木場の痕跡を残す、多遊堀があり、中部森林管理局名古屋事務所、厚田白鳥の歴史館が隣接する。さらに南側には、白鳥庭園、厚田生涯学習センター、林野町の中部森林管理局名古屋事務所がある。堀川を挟んだ対岸にある、厚田神宮公園とは、厚田記念橋でつながれており、厚田球場などと連絡している。さらに、 南側には五両郷があり、下記の白鳥公園などにも行けるようになっている。2007年には、中部森林管理局の木材販売所及びその保管場所、住宅展示場の跡地の一部に、名古屋学院大学名古屋キャンパスの名古屋キャンパス、白鳥学者が移転した。また、住宅展示場の跡地には、ビリクオレタワー、白鳥庭園という免震構造の高層マンションが建った。 公園の一部として、堀川の護岸が整備されている。1989年の世界デザイン博覧会時、1992年の国際会議場増築時などに順次整備され、多遊堀とともに浸水公園としての機能を持っている。また、堀川の遊覧船が楽しめるように船乗り場としても活用できるよう工夫されている。味噌の座で行われる工業の成功を記念するべく、 出演する役者の船乗り込みが本公園の堀川の三橋でなされる。乗り込みを行った後は堀川を遡り、味噌の座近くの広小路通りの那屋橋より上陸する。かつての外区公園、白鳥公園を世界デザイン博覧会を機に改築した公園。もともと白鳥庭園とする計画であった公園で、1983年から1991年まで、 かけて整備した。詳しくは、白鳥庭園の港を参照。白鳥庭園の対岸に位置する旗屋町2丁目の外区公園も白鳥公園の名称で呼ばれている。また指導を挟んだ宝持寺に隣接する白鳥町1丁目の区画にも白鳥公園の表示があり、園内には白鳥五両がある。こちらの公園そばにも人道橋の五両橋がかかっているが、行き来する。 公園利用者はあまりいない。ありがとうございます。